本当にフェネス兵がやってくるのかね。日が落ちるまでに追いつかれるとの報告だった。となるとそろそろ罠ってことはないのか。罠、こっちの動きが漏れてたって話だよね。それならこうやって待ち伏せしてることだって相手にバレてる可能性も。それは来ました。来たか。戦おう。二人とも力を貸してくれ。私はいつでもいいよ。私も異論はありません。ありがとう。よし、今だ。気づいたか。いや、まだだよ。囲まれたようです。やっぱり罠だったみたいだね。フェネスの本体か。ついに追い詰めたぞ。メラガ、貴様だけは許さん。シュゼルト、ダメだ。全軍総攻撃開始。シュゼルトを援護する。正直失望したぜ。ホルンの第二部隊総令ってのはこの程度なのかよ。おい、悔しいが撤退を視野に入れた方が良さそうだな。何言ってんのよ兄様、勝負はここからでしょ。私も同じだ。ドランドとバーガスは絶対に許すことはできない。しかし、この気配はまさか。おいおい、もう逃げる相談か。やはり貴様か。奇遇だなリンクス。貴様を殺すため地獄から這い上がってきた。次はないぞ。それはこちらのセリフだ。威勢がいいな。それじゃあ始めるとするか。あの黄金の甲冑は？してる。シュテル様、なぜあのような甲冑を。エルデ、ついに見つけたぞ。シュテルか。虫の息ではないか。誰だ。これほどまでにエルデを傷つけたのは誰だ。エルデは俺の獲物だ。そう言ったはずだろう。貴様がやったのか。いえ、私はシテルと父上を戦わせてはダメだ。でもどうすれば。
うだ、そいつらだ。シテル、シテルに手柄はやらない。そう言って父上を。本当にお前らの仕業か。いや、おのれ、俺の獲物は。やるじゃん、モント様。さすがだね。今だ、シテルと共にフェネス兵に総攻撃を仕掛ける。お前の下についた覚えなどない。おのれ。いいぞシテル様、そのまま村がを。何をしているのです。サーダリー様、こやつが、シテルが我らを裏切りました。サーダリー、話が違う。エルデをやるのは俺だ、そう約束したはず。ええ、その通りですよシテル、あなたしかいません。ならばなぜ、誰がエルデを傷つけたのだ。シテル、ダメだ。そんな奴の話に耳を貸すな。モント、思い出すんだ。僕たちは約束したじゃないか。約束。そうだ、力を合わせてリオニスをもっと大きな国にしようって。先ほど私のところに報告がありました。ヘレナ殿と王殿は命を落としたと。ナイフンだそうです。なんだと。嘘だ、そんなことありえない。嘘などではありませんよ。彼らはフェネスに囚われの身となりました。しかし捕虜として生き恥をさらすことに耐えられないとする勢力がどうやら存在したようなのです。ヘレナ殿の制止を振り切って無謀な戦いを挑んできたと。それで亡くなったのか。母上も死も。ええ、痛ましい事故です。たとえ敵国の捕虜といっても尊敬の念を持って接するようにと厳命しておりました。それなのに心からお詫びいたします。だらめだ。お前たちが母上を殺したのだ。そうに決まってる。本当にそう思っているのですか。ヘレナ殿は我らの切り札ですよ。生かしておけばあなた方を降伏させることだってできる。違いますか。それは、これは私の推測ですが、人質になるぐらいならば潔く死を選べ。エルデ殿がそう命じていたのではありませんか。エルデ、答えろ。答える必要などない。やはり貴様なのだな、母上たちを尻に追いやったのは。ダメだシテル、どけ。どかぬならばモント、お前も殺す。僕はここをどかない。
リオニスの血は僕が守る。たとえ弟を敵に回そうとも。多勢に無勢か。ごめん兄様、私が調子乗りすぎた。総霊初めての敗北か。悔しいが。ロブ殿。ロブ様、エンゲルベルトまで。アドラードよ、待たせたな。アドラードよ、よくぞ持ちこたえた。これで初の敗北、取り消しね。うわぁ、マジかよ。あれはホルンの王ロブじゃねえか。あいつの首級を取れば俺たち一生安泰だぜ、なあ。てことは堅牢と総霊が揃い踏みってことだな。相手にとって不足なしか。思い上がるな。なぜ堅牢がそう呼ばれるようになったのか、全員にその体に叩き込んでやろうぞ。シュゼルト、大丈夫か？化け物か、あのシュテルという男は。同感だね。モント様、本当にシュテル様と戦うつもりか？引くことはできない。兵も戸惑ってるよ。分かってる。そう、このまま戦っても結果は見えてる。この状況で撤退などできると思うか。もはや逃げ道などないのだぞ。しかしエルデ様、しかもこの戦でリオニスの後継者が決まるのだとしたら。エルデ様、それでもギリシュ、お前は逃げると申すのか？それなら戦うよ。喜んで命だって投げ出す。わしは死など恐れぬ。覚悟はすでに固まっておるのだ。あとはモント次第。リリシュ、私はモント様、リオニスの王にするために生きてるんだ。ラマダ、悪いけど付き合ってくれないか？仕方ありませんね。リオニス王国の滅びに立ち会えるとはまさに光栄の極み。我が息子シュテルが感じますよ。黄金の甲冑に増幅された憎悪があなたの力となるのを。あの甲冑にそんな力が。さあ、蹂躙するのです。新たな歴史のために。さすがはシュテルだ。シュテル、このまま突き進め。俺に命令するな。次は貴様たちだ。
よせ！待たせたな、モント。次は、お前だ！おい、おい、ちょっと待てって。なんだよ、こいつは。ホルン第一部隊堅牢、これほどとは。完全に形勢逆転だな。先ほどの威勢の良さは一体どこへ行ったのだ。バック、だがこれでしまいではない。フェネス謎に加担した己を地獄で責めるがよいぞ。冗談じゃねえぜ。俺たちがこんなとこで死んでいいわけねえだろな。何を気弱なことを言う。ホルンを潰す好機であろう。ったく、お前らってサーダリーがいねえとほんと役立たずだな。なんだと？俺たちはここで失礼させてもらうぜ。悪く思うなよな。お、ま、待て、どこへ行く。金で雇った連中など所詮はこの程度。皆の者、教会の犬どもを飲み込め。からは逃れられぬのだ。違う、運命は変えられる。僕は信じてる。これは見物ですね。宿敵リオニスはここに滅びるのだ。そうはさせん。ここで雌雄を決せられては我が計画が台無しになる。私の知ったことではない。良いのか。我がその気になればお前たち全員が消し飛ぶのだぞ。来たる時まで引け。さすれば我は介入などせぬ。存分に殺し合うがよい。